グリーンが大好きなバンカーです。はい、大好き。嬉しいね。嬉しい。砂遊びができるね。で、さっきの練習でアプローチショット、ハーフショット、フルショットやったよね。それのハーフショットを使います。はい、じゃハーフショットで素振りをまずやりましょう。そうだ、オッケー。ハーフでここまで、そう打って終わりじゃないからね。そう、オッケー。はい、じゃあタムアウト。はい、砂をしっかり取りましょう。腰落として、オッケー。うめえな。で、今もそうなんだけど、ここで終わってるわけ。こっちまで振り抜くってことが大事です。じゃあ、ハーフ、上げるときはハーフで、こっちは肩までしっかり振っていこうか。そう、腰から肩まで。そう、OK。体重は真ん中です。はい。始めたての女子にね、向けてね。超綺麗。それはその始めたて女子のに向けてのやつっていうのは、ハーフテイクバックがハーフで最後まで振るっていうのが、うん、そう、始めたての女子向けなんですか。そう。なんでだと思う。分かんない。なんかさっきのホワイトもそうなんだけど、女子ってね、結構ねここで止まっちゃうことが多いの。なるほど。打って終わりみたいな、打ったらはい終わりみたいな、インパクトで終わっちゃうってこと。そう、それをなくすために最後は振り抜けってこと。さっきのホワイトの腰から腰までって言ってさ、腰まで振ってなかったじゃん、はい、なんで肩までしっかり振れよっていう風に言ったら、ちゃんと振ってくれたから、ちゃんと飛ぶわけ。めっちゃ、そして寄ってるからね。そう、寄ってるから。で、振ることによってっていうか、こっちをしっかりフォローするって言うんだけど、はい、打った後ねの話なんだけど、それをしっかり、振ることによって高さが出るようになるのね、今度。あー、なるほど。普通に今ホワイトが開いてないで、ちゃんと普通に構えてやらしてるんだけど、それでもやっぱりあそこまで上がるから、結構ね、飛ぶっていうか上がるのよ。上がるのよね。そう、サンドウィッチだからね。腰から肩まで。ばっかり言っちゃダメよ。いいよ、行け。遅っ。早く。遅っ。みたいな。行きます。実践。ナイスアウト。まあけどね、俺今までの俺だったらこれ上出来だから。マジで。へえだって。へえって言われて。球関係なく砂を出す。これもこっち側に引くんですか。もちろんです。引く方向は一緒。あれ、何が外なの。ねそぎこ。いや、ちょっと見てないです。なんでそっち行っちゃうんだろう。やばい。お手本です。まあ普通のセオリー通り構えると、セオリー、はい、教科書通りやると、まずとりあえずピンの方向に対してまっすぐ向きます。45度ぐらいに、フェースを向けます。で、必ず握り直してね。で、はい、つま先は、左。若干向きます。若干だよ。つま先は左？つま先左。どういうこと？左に向ける。ああ、なるほど。つま先、はい、ああ、はいはいはい。こういう風に。だからこうはないよってこと。はい。左向きます。はい、軽くね。で、スタンスの方、足の方に向かって振っていきます。早くね。早く。で、砂を出すのはホワイトと一緒。早く。うわ。読み方からやっていきたいと思います。読み方、はい、はい、では適当にボールをバイバイって置いてください。はい、はい、それでは
ボールとカップをまっすぐの線で結んで、右と左の面どっちが高いですか？左。左。おー、いいね。あ、すごい。イエローとは違う。グリーンさんは？え、左です。左。あ、これ自分の？あ、自分の？うん、そうだよ、当たりましょう。これ難しいとこいたな。はい、あれ難しいな、これ。皆さんはどっちだと思いますか？右だな、これ。おー、そうです、右ですね。いいと思います。あの、必ずカップの手前の景色を見てください。必ず手前、カップから手前だから、ちょっと手で隠すね。カップから手前ってことは、カップより後ろの景色っていうのは隠すってこと。あ、後ろね。あ、そう、そう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 、そっから外は隠すってことね。そういうこと、そういうこと。で、はい、じゃあ次に低い方に回ってください。低い方、さっき高い方言ったよね。ホワイトはどっちって言ったの？どっちが高いの？そうだね、そしたら右回りです。ボールとカップのちょっと離れたところに座ってください。じゃあ、今度はカップとボールどっちが高いですか？はい、カップですね。で、これは高低差を見ています。カップが高いって言った人は上り。グリーンは？はい、カップが高いって言ったら上り、ボールが高いって言った人は下りです。で、その度合いによって、まあ、どっちかっていうと上り、あのボールかなとかカップかなって言った人は、まあ、そんなに上ったり下ったりはしてないので、そこまでね、あのシビアに見なくてもいいかなっていうのは思いますね。なんで平らで。はい、じゃあ今度は反対側に回ってください。自分のボールとカップを結んだ対角線上に行きます。対角線上です。じゃあ今度はさっき言った通り、カップから後ろの背景っていうのは消してください。だから、今自分たちが座ってるところの傾斜を見ます。ここで？そうです、そこの傾斜です。ここからこっち。そういうことです。はい、そこの傾斜を見てください。ボールの方は見ない。そう、ボールの方は見ません。で、そしたら今度は実戦で素振りして打ってみましょう。で、素振りしましょう。素振り、素振りするときに必ずカップを見ながら素振りしてください。はい、だってさ、ゴミ箱にさ、ゴミを投げ入れるときにさ、ゴミ箱見ながらす、あの投げるイメージ作んない？手見ながらさ、投げるイメージ作んないじゃん。ね、なんで必ずカップを見ながら素振りをする。お、ナイスー。一応までプレッシャーなんだけど。ほら、だから早く打てって言ったじゃん。そんな感じ。ちょっと強くない？ちょっと待って。これマジ？ちょっと待って。これマジ？ちょっと待って。これマジ？ちょっと待って。ねえ、はい、ね、はい、あのさ、パターやっぱりさ合わなくない？ね。今言われると思ってましたけど。うんね。ちょっとさ、パターさ、本当にさ、マジでさ、トンチンカンだからさ、ちょっと今回はちょっと私のオデッセイのパターで。はい、ちょっとやってみませんか？あ、わかりました。はい、あ、めっちゃ打ちやすい、これ。うわ、ナイス、やば。くれるんすか、これ？くれはしないなですね。貸してあげることはできるけどあ、これめっちゃ打ちやすい。いや、めちゃめちゃいいね。いや、今私マジで素でびっくりした、うん、ナイス。素でびっくりしためっちゃ打ちやすい。あのね、ストロークがめちゃくそいいよ。あ、まあ、ちょっと足らなかったけど。いや、全然いい、全然いい。あの、太いです。それはね、わいわい、鼻水でしょ、ね、今太い。そこ細くなきゃいけない、ね、決まりはないんだよ。そう、あのね、なんでそのグリップの太い細いっていうのがあるかというと、あのこのグリップとこのグリップ全然太さが全然違うんだけど、あのなんでかっていうと、まあ、このグリップ、細い方のグリップっていうのは感覚が出やすいのね。だからタッチが合わせやすいっていうのが、まあ、売りかなって思います。で、こっちの、まあ、太い、まあ、だいたいスーパーストロークっていうのが結構有名なんだけど、そこの、パッグリップっていうのが、手首を使いにくい、うん、する。しっかりね、握り心地が半端ないや。そう、結構さ、フィット感っていうのがすごくあると思うんだけど、パターすごい。ポイントも握ってみたら全然違うでしょ。ちょっと打ってみなよ。持ちやすい。持ちやすいでしょ。すごく持ちやすい。ちょっと打ってみたら。何これ、安定感。お、いいこと言ったね。すごい、すごい。
めっちゃいいね。ナイスタッチ。打ちやすいよね、それね。めっちゃ打ちやすい。そうなんですよ。感動しましたよ、これ。感動した。なんで、ちょっとそれ使ってみましょうか。はい、これからね、3ホールもあるからね。はい。はい、ちょっとお借りします。はい、了解です。あれだよね、ホワイトパターンの練習してんだよね。だからかな、今のタッチうまいよね。すごいうまいんだよ。うまい。びっくり。びっくり。パターだけはね、20パットいけるそうだよねじゃない。けどこうやって傾斜読んだらね、入るよ。うん、入るよ、ね、入るよ。すごい。感動した？感動。感想一言。やばい。満足そうですね。いいですね。ありがとうございます。めっちゃ腰重い。あ、そうだね。お、いいね。いつもお世話になってます。